年生沢村博一です。この秋に神宮学生最速156キロをマークしました。中央大学のエース。ストレート149、息がいいね。はい、でこうなんかはつらつとしてるというかな、投げ方を含めてですかね。あ、いいね、はい、沢村のストレートに注目をしてください。まっすぐ外いっぱい149。佐野日大高校から中央大学、この秋もトートで4勝、156キロマーク。ここで変化球を投げていきます。2種類のカメラストレート146です。このフォームいかがでしょう、印象は。ね、肘から出て、まあこれね、スローで見るとね、やっぱりもう少し左足に乗ったらと思うんでしょうけど、はい、まあでももう少しガッといったら外いっぱい149キロ、坂本。もう我々の時代は投手王国でね、もう本当にすごかったんですよ。あ、そうなんですか。あ、今の監督が高橋前さんですね。前さんも早かったけども、今この、ね、沢村も前さんが教えて楽しみしたといっぱい。いやもう、149キロであそこに決まったら手が出ないですよね、はい、素晴らしいところですよね。もちろんこれだけの球投げてたら自信持ってると思いますけど、確認できますよね、今の三振なんかはね。そうですか。そういう報告です。いや、そういうもんですよ。あ、はい、これもストレートショートゴロです。滝が取ってジャイアンツの一番を抑えています。ね、その頃は逆指名がありましたからね、ね、いろいろあの手この手やりましたけども。持つことも多かった天谷、ね、この天谷もね、ちょっと蹴るの、セリーグの3番バッターという感じのあの成長具合なんだけどね。あ、そうですか。高いバウンド、まあ、これはヒットでしょうけどね。一塁はセーフです。天谷スピードもあります。ですから本当に星野さん、足も速い、そして長打も打てる、そんなタイプのバッターですよね。そうなん、快速球が自慢の沢村に対します。ストレートインコース、そうですね、新井にこのまっすぐがどういう感じなのかっていうのはね、楽しみですね。はい、楽しみですね。北京オリンピック4番、本当のジャパンで4番を張っていた新井。ランナースタート、天谷が走る二塁への素晴らしい投球だ、アウト。青山学院の正捕手小池が天谷を刺しました。この後は